こんにちは、エヴァさんです。今日はこちらの JNH の CF Express カードについて少し追加でお話をしたいと思います。というのは、以前作った動画に対してコメントをいただきまして、まあ実際使えてるよっていうお話ですとか、本体の方で速度の差が出たのが少し不思議ですねというコメントをいただきました。 よく考えてみると、あれと思ったことがありますので、ちょっとそれについてのお話と、あともう一つ、前回の動画を作った時は、まだ静止画だけだったんですけれども、動画を撮った時に不思議な動作をしまして、その原因がこの JNH の CF x p r e s s カードなのか、ちょっと判断がつきかねますので、現象を皆さんに見ていただいて、もしわかるようでしたら、原因はこのカードなのか、そうじゃないのか、それについてコメントいただけると嬉しいです。 気づいたことというのは、XQD カードはカメラとの接点、インターフェースの仕様が PCI Express の Generation2 というタイプのもののようです。PCI Express の Generation2 は、マックスのスピードが 500MB 秒がえっと仕様です。に対して、GF Express カード、こちらは PCI Express の ジェネレーション3です。この PCI Express の Generation3、えー、はレーンというものがありまして、レーン1本につき 1000MB 秒の転送速度を持っています。で、この XQD カードと同じサイズの CF Express カードは Type-B という種類で、Type-B はレーンが2本あります。なので、MAX1000MB、えー バイト秒のレーンを2本束ねるので、仕様としての MAX は 2000MB 秒です。実際この、えー、JNH の CF Express カードは、リードが 1700MB 秒、Right が 1200MB 秒です。ニコンの Z6 のインターフェースが PCI Express の ジェネレーション2だっていう話があります。まあ、そもそもは XQD カード用のカメラなので、PCI Express のジェネレーション2でも全然おかしくない。ジェネレーション3のこの CF Express のカード、こちらを介護官感、バージョン2、えっと、ジェネレーション2ですね。PCI Express のジェネレーション2のインターフェースに対して使ったときにで、実行効率がどうなるかっていうのは詳しくはわかってないんですけれども、少なくとも、 XQD カードは 500MB 秒のレーンが1本です。ということは例えばレーン1本分しか扱えないと考えたとしたらライト 1200MB 秒これが1 2分の1になったとします。その場合に今度は PCI Express の g e n レーション3の MAX1000MB 秒に対して XQD は pci express generation 2 500MB 量が MAX ですね。こちらもまた2分の1なので、 例えば、1200MB 秒をレーンが減ったことにより 600MB 秒になって、さらにバージョン違いによりまた二分の一になったと。まあ、仮にしますと 300MB 秒になると。ックス x q d カード、ニコンの XQD カードは400とか 440MB 秒。この CF Express があり、まあ、もし仮に 300MB になったとすると、まあ、XQD カードよりも遅いっていうのは、 普通なんじゃないかという疑いを持ちまして、ネットをちょっとさまよってみたところ、ニコンの Z6、Z7 で使ったところ、CF Express のカードの方が35%遅かったという実験をした人がいました。ただその人が書いていることからすると、実際その連写のボトルネックは、この CF Express カードとか、 xqd カードのライトがボトルネックではなくて、その他の部分によるボトルネックが影響しているようなことが書いてありました。ただ、xqd カードより cf エクスプレスカードの方が、実際の実験結果とすると35%遅かったので、どういうことだという部分はあります。ただ、その他の部分の処理と書き込みの処理との部分のいろいろな関連で遅くなっているんじゃないかというような実験結果を書いている方がいました。レポートのページ概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方は 読んでみてください前回の連写に関してはもしかすると、まあ、この JNH の CF エクスプレスカードかどうかっていうことは特に関係がなかったのかもしれない。 濡れぎだったかもしれないということです。ただ、ニコンの Z に関して、えっと、Z6, Z7 ですね。に関しては、c f x p r e s s カードにしても早くはならない。ただ、えっと、Canon の R5、発表されましたね。R5 が c f x p r e s s を採用しているので、今後、c f x p r e s s カードの需要が増えて、容量の大きなものの値段が落ちていくかもしれません。 なので速度をそこまで重視しない場合には CF エクスプレスカードは候補としてはすごくいい候補になる可能性があるかなと思ってますもう一点静止画ではなくて動画に関して不思議な事象が発生しましてちょうど最初にこの JNH の CF エクスプレスカードをセットして動画を撮りに行った最初の回で しかもその時2時間ぐらい撮影をしていたので、ちょっとこの犯人はもしかしたらまたこの JNH のカードなんじゃないかという濡れ犬かもしれないんですけれども、そういう思いになってしまいました。実際ちょっとどういう音が、音なんですね。そう、どういう動画になってしまったのかっていうのをちょっと見ていただいて、この現象にもし心当たりがあるようでしたらコメントをいただけるとすごく嬉しいです。ちょっと聞いてみてください。 このるるるるおほおほいや、表現がおかしいですかね。<laughs> 謎のノイズなんですよね。ずっと入ってるわけではないんですけれども、結構な高頻度で入っていて、 特に何かの操作をした直後とかではなくて、まあどういうタイミングで入ってしまうのかっていうのがちょっとよくわかってないですね。静かな道歩いてる時も入ってますし、海辺で波音が結構強く入っている時も波音よりも強くノイズが入ってしまっていて、あの静止画でちょっと落ち込んでいた自分としては、犯人はもしかしたらこの CF x プレスカードなんじゃないかという疑いをちょっと持ってます。もしね、この現象、カードが犯人じゃないよとか、他のカードでも、まあ カードでもなったことあるよとかそういう経験をお持ちの方がいたらコメントいただけたら嬉しいです原因がこのカードなのかそうじゃないのかそれによってこのカードコスパがいいカードなのかそうじゃないのかそれが大きく変わってくるので、えー、原因はこのカードじゃないよこうだよみたいなそこの設定がおかしいんじゃないのとかあとまあ他の純正の XQD カードでもまあなったことがあるよみたいなこととか何か情報をお持ちの方は教えてくれるとめっちゃ嬉しいです もしちょっとでも、えー、今後の、まあ、こちらのカードの行方が気になる方とか、まあ、気に入ってくれた方とか高評価ボタンを押してくれるとめっちゃ嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いしますじゃあまた次の動画でバイバーイ